だあるよ。鍵、鍵外おっぺせ、鍵おっぺせ、鍵おっぺせ、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 大丈夫でしょ、これ4になる、4になる、よし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 、よし4だ、よし、おいおい、4になるでしょ。1、2、4生えてきました。落語壁でした。はい、ということで、ボートレースホームラン船健王選手権、サードシーズン4戦目ということでございましてね、前回も見事的中という、逆転での的中というね、これ以上ない心持ちで、4戦目を迎えました。そしてですね、いよいよ荒尾選手のお尻が見えてきたんじゃないかなというところでの、4戦目、デイリースポーツカップということでございますけれども、1日、強風でもって中止順延ということでございましてね、今日が優勝戦と相成りました。6選手で揃いましたけれども、今節の私の優勝戦、予想はちょっと穴目でございます。こちらでございますと、ちょっとね、バラバラ今回は書いておりますけれども、21、31、41、61全、各500円ずつという、それと16全というね、この20点でいきたいと思いますけれども、荒れるような感じがいたします。もちろん鶴本選手ね、もう今日完璧ないい逃げでものすごい良かったんですけれども、なんとなくですね、予感がいたします。1から、ズバッと行こうとも思ったんですが、須藤選手、田口選手、そして金子選手というね、あとはもう6号艇のね、今日もうものすごいいい足で3頭で、優勝戦に乗ってきたんですけれども、この6号艇のね、足がとにかく良かったなというような、何かが明日は起こりそうな、この21、31、41、61の前、そして1号艇が逃げて、一応穴目で16前という、まあ荒れる展開の予想でのこちらの20点で勝負したいと思います。そして、いつもの謎かけでございますけれども、行かせていただきます。明日の優勝戦とかけまして、若い子の褒め言葉と解きます。その心は、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、それいいんじゃない、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 いいんじゃない。ご視聴ありがとうございました。